皆さん、こんにちは。ユーティリティへようこそ。今日は、全く新しいエミュレータブルスタックス5を使用して PC でザ・ブレイブ・ユー・セイド・ギブ・ミー・ハルをプレイする方法をご紹介します。ザ・ブレイブ・ユー・セイド・ギブ・ミー・ハルをプレイするためにおすすめの Android エミュレータであるブルースタックス5により、簡単にダウンロードとインストールを行い、キーボードとマウス、そして Windows PC の大画面でゲームを楽しむことができるようになるでしょう。では、早速ですが、ご紹介しましょう。まず最初にすることは、お気に入りのブラウザを開くことです。好みのものを開きます。緑色でハイライトしている URL にアクセスしてみましょう。すると、画面に表示されます。この動画の説明と最初のピン止めされたコメントにリンクを追加しただけなので、入力する必要はありません。ユーティリティのウェブサイトにたどり着きました。ここには、ノートパソコンやコンピュータでザ・ブレイブ・ユー・セイド・ギブ・ミー・ハルをダウンロードする方法についての詳しい情報が掲載されています。少しブラウズして、PC でダウンロードするボタンをクリックするだけです。このリンクをクリックすると、ブルースタックスのサイトにたどり着きます。これは、PC でゲームザ・ブレイブ・ユー・セイド・ギブ・ミー・ハルを楽しむために使用する Android エミュレータで、慌てることはありません。もちろん、このエミュレータを使用することには、いくつかの利点があります。次に、緑色でマークした、ブルースタックスでプレイするというボタンをクリックすることで、ザ・ブレイブ・ユー・セイド・ギブ・ミー・ハルをダウンロードする準備が整いました。手順は、このボタンをクリックすることです。そして、ダウンロードの動作がすぐに開始、および終了します。ここにあります。これがダウンロードです。実行可能ファイルです。次のステップは、インストーラを起動するために、ファイルをクリックします。Windows 10を使用している場合は、コンピュータに変更の許可を求めるメッセージが表示されますので、はい、を選択しましょう。インストーラーを見やすくするために、インターネットブラウザを小さくしています。インストーラーはとても簡単です。インストールとセットアップパスの2つのオプションがあります。セットアップパスが実際に何をするのかをご説明します。これをクリックします。そして今、エミュレータがインストールされるパスがここにあることに注意してください。これをより適切に変更したい場合は、参照、オプションをクリックして、別のフォルダを選択し、ご希望の場所にエミュレータをセットアップする必要があります。このままにしておきたい場合は、戻る、をクリックします。つまり、単純にインストールをクリックします。出来上がりました。セットアップが開始され、コンピューター画面に表示されるこれらのミリバールのダウンロードが続行されます。あなたのハードドライブに保存した後、多かれ少なかれミリバールになる可能性があります。ダウンロード速度は、インターネットの速度とエミュレータのサーバーの速度に応じて、高速または低速になることもあります。すぐに、そして、すごい速さで進行していきます。ダウンロードが終了すると、今度はインストール段階に進みます。ブルースタックス5を使用すると、ワンクリックでRAM使用量を削減することもできます。パフォーマンス関連の問題に直面した場合には、特に役に立ちます。さらに、エコモードを有効にして、CPU 使用率を 87% 削減し、GPU 使用率を 97% 削減し、マルチタスクをより簡単に行うことができます。ご覧の通り、ブルースタックス5は長時間のゲームプレイでも安定したパフォーマンスを発揮できるように設計されています。インストールはすでに完了しています。この時、たまたまエミュレータが瞬時に起動することがあります。お気づきのように、ここの下には、右に進むプログレスバーがあり、エンディングに達すると、エミュレータが初めて起動されます。実は、エミュレータはすでに起動されています。ここで初めて登場します。先に進む前に、ご覧の通り、この PC のデスクトップ上に2つのアイコンが作成されました。ブルースタックスとブルースタックスマルチインスタンスです。ブルースタックスのアプリのアイコンが私たちの関心事項であることに注意してください。我々はラップトップやコンピュータ上でザ・ブレイブ・ユー・セイド・ギブ・ミー・ハルを起動する場合は、この特定のソフトウェアアイコンをダブルマウスでクリックして、エミュレータを実行します。ブルースタックスマルチインスタンスアイコンを使用すると、複数のエミュレータインスタンスを起動することができます。このように、Google Play が起動しますので、サインインする必要があります。そして、Play Store をクリックするだけです。ご覧の通り、Google Play が開始されます。そこでサインインする必要があります。現時点では、ここの工程に差し掛かると、すぐに次のフェーズを実行する必要があり、これは必須です。サインインをただクリックするだけです。この時、情報をチェックしています、と表示されます。時々、チェッキングインフォで止まってしまい、続行されない場合があります。
その場合は数時間後にログインしてみるとほぼ間違いなく解決します。この時点で E メールとパスワードを入力します。 E メールは G メールのメールアドレスであり、そのパスワードが必要となります。例として現在ご自身の使用している YouTube アカウントと全く同じメールアドレスを利用することができます。したがって情報を入力していただき次第、次の手順へ進んでいただけます。以上で詳細が表示されます。これは Google が私たちを歓迎し利用規約を提示しているのです。同意するを押して利用規約に同意する必要があります。その後 Google のクラウドにバックアップすることが可能になります。チェックしたままにしておくと、そのデバイス上のデータファイルのバックアップが Google ドライブに生成されます。今回は選択しませんが、皆さんがこの機能を活用したいのであれば任意で選択してください。 Google Play Store が自動で瞬時に起動します。ゲームをインストールするには緑色で指定されたアプリのアイコンをクリックしてエミュレータのデスクトップに移動する必要があります。このエミュレータのデスクトップにゲームのインストールボタンがあるのがわかります。このボタンをクリックします。ここでテレビゲームを手に入れました。緑色で表示されているインストールボタンをクリックしてみませんか。したがってセットアップを開始します。この時点であなたの PC にダウンロードし Android のゲームをインストールします。通常は時間がかかるか非常に早い場合があります。インターネット環境によって異なります。これでセットアップは完了です。エミュレータのデスクトップに戻り、緑色でハイライトされているボタンを押していただき、The Brave You Said Give Me Haru を初めて使用します。次にエミュレータデスクトップに移動し、用意された新しい The Brave You Said Give Me Haru アイコンをクリックします。このテレビゲームは初めて発売されました。画面上のどこでもマウスクリックができ、キーボードも利用できます。エミュレータの音量レベルについてご説明させていただく必要があります。それは音量台のアイコンと音量小のアイコンがあります。こうすることでマイクロソフト Windows のボリュームを使ってエミュレータの音を大きくしたり小さくしたりすることはございません。体験を最大限に楽しむだけでなく大画面をオンにすることもできます。これには2つの選択肢があります。緑色で示したアイコンをマウスでクリックするとモニターが最大化されます。するとモニターが最大化され、上部に1つ、右側に1つ、下部に3つ目のボーダーが表示されます。テレビゲームを全画面で体験したい場合はこのソフトウェアアイコンをクリックします。するとフルスクリーンモードでゲームを楽しむことができます。フルスクリーンモードを停止するには F11 キーをクリックするだけです。そして現在は通常の画面モードになっていると思います。ここでは非常に便利なコンピュータのキーボードマッピングをご紹介させていただくことにしました。このようにして私たちは間違いなくはるかに楽にゲームを利用できるようになります。まずこのアプリのアイコンを押すことです。次に必要な構成を取得します。今回は通常の設定のままにしておきますが、調整する場合があれば問題なく行うことが可能です。当然エミュレータは完全に我々の言語で書かれています。しかし場合によっては誤った言語、例えば中国語でエミュレータが起動されることがあります。そこで正しい言語に設定をするためにここで歯車アイコンに移動します。次に追加設定内で言語のドロップダウンをクリックします。日本語、英語、北京語など好きな言語にすることが可能です。言語が決まったらそれを保存し、エミュレータを再起動すると次回ゲームを起動した時にはもちろん選択した言語で表示されます。現時点ではもう一つ考慮しなければならない要素があります。それは新しい電子デバイスが自分の Google アカウントと関連付けられたことを示すメッセージを Google から受け取ることです。その電子デバイスを接続したのが私たち本人であるかどうかを確認する必要があります。もちろんエミュレータは Android の電子端末をエミュレートしているので問題はありません。次にどの電子デバイスがエミュレートしているかを見つけるに、ここの歯車アイコンまで行き、それをクリックするだけです。そしてモデルを選択します。ここではこのエミュレータはサムスンの携帯電話をエミュレートしていることがわかります。そのため新しいサムスンのデバイスが Google アカウントに接続されたというコメールが届きます。以上、皆さん、今回のトレーニングはここまでです。皆さんのお役に立てると思っておりますので、気に入ってもらえたなら幸いです。もし気に入っていただけたのであれば、いいね。押して、チャンネルを登録してください。
もしフィードバック、質問、アイデアがある場合、下のコメント欄に入力してください。私の Twitch のチャンネルでコメントすることもできます。私は時々ライブストリームをします。ビデオの説明と最初の固定コメントの下にリストされています。コンピュータの画面に表示されているトレーニングビデオのいずれかをクリックするだけで、今後のテレビゲームのビデオでまた楽しく遊びましょう。以上で、失礼いたします。